おはようございます。いくこです。はい、今日も皆さんに幸せのお裾分けをしていきたいと思います。今日はというか昨日のこれ画像なんですけど、昨日ちょっとまた魚釣りに行ってきました。まあ、旦那さんと2人でね、こうちゃんは行かないって言うんで、もう行かない、いやいや連れて行くのもなんなんで、じゃあお家で好きなことしてていいよってことで、まあ留守番してもらってたんですけど、まあでもそれが本人がしたいことなんで、特にねゲームやりたいならやればいいしって感じで留守番してました。でこんなね、なんか綺麗色とりどりの海藻がね見れる海で、昨日はね2人でぼーっと魚を釣ってたんですけど、特にここはね人が少ないかなと思ったんで、こっちに来て、いつものね堤防だと結構いるかなと思ったんで、ちょっとこちらを選んできたんですけど、まあ人が多いところってこうマスクとかしないといけないじゃないですか。もうなんかそれがね、もうなんか私もちょっと嫌になっちゃって、まあなんでかっていうと、その、まあ、マスクをしている意味っていうのがなんかねよくわからなくなってきて、昔花粉症だった時は本当に花粉がね入るんですよ自分に。そうするとくしゃみやね鼻水やねもう鼻詰まりになっ てめっちゃ苦しかったんで、その花粉を防ごうと思ってマスクをしてたことはあったんですけど、まあ花粉っていうのはそのマスクの繊維よりもちょっと大きいんで、やっぱりマスクをしてれば防げるんですけど、まあ、今流行りのウイルスはあれはねマスクの繊維なんてね通通に通れちゃうぐらいちっちゃなものなんで、全然本当は防げないんですよねっていうのがもう分かっているんだけど、やっぱりねマスクしなさいっていうねことになってるじゃないですか、世の中的に。でそれをね、まあ逆らうっていう意味ではないんですけど、しかも逆らえって言ってるわけじゃないんですけど、でも自分たちで選んでこう人のいないとこでは外すとかね、あと家とかはねもちろん外してるし、だって苦しいもんね、もう本当に。ただ会社行ってる時はずっとしてるだろうし、私もスーパー行ったりどっか行く時はやっぱり一旦マスクして、そのねお店で買い物とかして、で車に戻ったら外すとか、そういう感じで過ごしていて、でもまあそれはそれで自由で自分の選択なんでいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ皆さんどうされてるんでしょうか。ね、だってウイルスちっちゃいのにねっていうね。で厚生労働省の方もマスクにね絶対的な効果があるわけじゃないっていうこともね言ってたりするんで、まあそれをね知ってからはあそっか苦しいし、みんながねそういう気持ちがなんていうのかな、うつるのが怖いって思ってる人たちの中に行くときは一応するけど、まあそうでない人ばかりのところは外してもいいよねっていう、苦しいもんねみたいな感じで、過ごしちゃってるんですけど、先日ねマラソン中のね子供さんがね突然亡くなっちゃったとかね、そういう話もあるし、まあどうなのかなってね、怖いな、逆に怖いなっていうのも感じて、運動するときにね二酸化炭素吐きまくりなのにね、なんかそういう苦しい体験をねしちゃった子供さんはねかわいそうだなと思うんですけど、まあ皆さんそれについてどう思いますか。
まあ選択の自由ってことで、どちらを選ばれても自分がいいなって思う方が正解なので、それでいいと思います。はい、では今日は、まあ、マスクのお話でしたが、まあ、いろいろ考えさせられることがありますね。ということで今日も気分を上げていきましょう。ありがとうございました。ではではまたね。